国民国家、国民国家、国民国家とは国家内部の全住民を一つのまとまった構成員イコール国民として統合することによって成り立つ国家。領域内の住民を国民単位に統合した国家そのものだけではなく単一の民族がそのまま主権国家として成立する国家概念やそれを成り立たせるイデオロギーを模索している。 近代国家の典型の一つとされることも多い。英語では、ネーション・ステートは、一民族により構成される国家の意で用いられることが多く、この意味からは、単一民族国家が原因に近い。ステートと、ネーションについては、しばしばザ・ステート・イズ・エーポリティカル・アンド・ジョッパリ・タケル、エンティティ、ザ・ネーション・イズ・エーカルチュラル・アンド・オアイスニック・エンティティ、ステートは、政治的あるいは地政学的なもの、 ネーションは文化的あるいはまた民族的なものである。と説明される。ヨーロッパは一般に国民国家成立のモデル地域とされており、その先進国とされるのがイギリス、フランスであった。国民国家はネーション・ステート、ネーション・ステートの訳語ではあるが、ネーション、ネーションの意味は多様であり、日本では国民と訳されることが多いものの、 世界的に見れば多民族国家がむしろ一般的であることから海外では日本でいう民族の意味で使われることも多い。したがって単純に国民イコールネーション、国家イコールステートと当てはめることはできない。ネーションは本来生まれ故郷を同じくする人の集団を意味し、そこから文化、言語、宗教や歴史を共有する人々、つまり民族という意味が派生している。 その点からアラブナショナリズムはアラブ民族主義と訳すのが正確であり各国に散らばるユダヤ人もまたそれぞれ互いに同じネーションに属しているものと理解される。したがってネーションを民族と機械的に訳してきたことは訳語上の混乱という歌詞を作った。このような訳語上の混乱を理解した上でネーションを国民と訳することは思考できるのである。さて、 その一方で、ステート、ステートは元来、国王が所有する財産、すなわち土地や収穫物、財産としての人間、奴隷を意味する。つまり、ネーション・ステートとは、国民国家を構成する人的な要素と、物的な要素、奴隷含むを合成した言葉である。日本語においては、国家の語には物的な側面だけでなく政治家官僚。 天皇など国家機構に関わる人的な要素も含まれるため単純に国家イコールステートとはならない。国民国家はあくまでネーションステートという一つながりの言葉の役語として理わかるべきである。ネーションの側面はベネディクト・アンダーソンの創造の共同体やカール・マルクスの言う幻想共同体に相当し、ステートの側面は統治機構や 公共同体としての同一性に相当すると考えられている。さらに、国民国家とは、確定した領土を持ち、国民を主権者とする国家体制及びその概念を指すことがある。歴史的に見れば、絶対王政によって、中央集権体制の整えられた国家が30年戦争を通じてさらに協力化し、その講和条約である。 ウェストファーレン条約によって新生ローマ帝国、ドイツの領域多数の主権国家が生まれ、オランダ、北部、ネーデルラントは、スペインからの独立を果たした。こうして生まれた、ヨーロッパの国際秩序主権国家体制ないし、ウェストファリア体制と称る。この後、ヨーロッパでは17世紀のイギリス市民革命、新京都革命、名誉革命、18世紀のフランス革命などに、 見られるように、絶対王政に対する批判として君主に代わって、国民が主権の位置につくことによって、近代国家が形成された。18世紀から19世紀にかけて、オランダ、イギリス、フランスに続いて、ヨーロッパの他地域でも、市民革命が起こり、また、英仏をモデルとした、近代化が進められた。こうして成立した国家が、国民国家である。 国民国家形成過程においては、国民は一般に国旗の形容や敬礼、国家斉唱、使用する文字や言葉の標準化などの統制を通じて、国民的アイデンティティを形成していく。ヨーロッパにおいては、1848年革命、諸国民の春の後、次々と国民国家が成立した。ドイツ帝国とイタリア王国は統一運動によって、 バルカン半島では、セルビア王国、モンテネグロ公国、ルーマニア王国、大ブルガリア公国などは、オスマン帝国からの独立によって、それぞれ生まれた国民国家であった。近代の国家システムの中で、国民は主権者としての様々な権利を有すると同時に、納税、兵営益、教育の義務を担うこととなった。国民国家形成はしばしば、当該民族にとって、 悲願の出来事として表現されることが多い。しかし、実際には、国家領域の中には多様な人々、複数の集団が存在していることが多いため、様々な問題をはらんでおり、歴史的に重大な事件を引き起こす要因とも、なってきた、口述、国民国家のはらむ問題不死参照。国家の住民を国民にまとめ上げる、際重要な要素となったのが、 民族としてのアイデンティティであった。国家の一員としての貴族意識、国民的アイデンティティの獲得を促したのが、工業化による富や社会構造の変動、原文一致運動とそれを担った娯楽の発展、マスメディアの誕生、義務教育等々による国語の定着などである。また、多くの場合は、時期をほぼ同じくして、 歴史が国民に共有されたこと、経済圏が統一されて国民経済が確立したことがその促進要因として挙げられる。日本では明治維新によって日本列島に大日本帝国という国民国家が成立した。それまで幕藩体制下では民衆はまず直接の統治者である藩を国として意識していた。それまでは幕府による統一はあっても中央集権は緩やかであり、 藩をまたぐ民衆の移動が制限されていたので言葉や文化、政治の違いも大きく、民衆は日本国民という意識が希薄であった。そうした状況を改め、西欧諸国に対抗するべく、明治政府は一君万民を唱え中央集権化を進めることで、地方格差を薄め、日本国民としての意識を広めていく必要があった。しかし、西欧的な国民という概念は、 当時の日本人にとって抽象的であり、民衆に浸透させることが困難であると危惧した明治政府は当時の民衆にもわかりやすいように万民が等しく天皇陛下の親、親民であるというように広めた。宮台真事は幕藩体制下では国とは藩のことで庶民レベルには日本という概念がなかった。だから日本統合の象徴である天皇という 共通の父により、一君万民のフレームによって、国と国の対立を忘却させ、一つの国民国家として融和させたと述べている。また、宮崎哲也は、マスメディアは、国民国家の要であり、特にテレビは、日々国国、国家なる幻想を算出している装置であると指摘している。諸国民の春の後、イタリアでは、イタリア統一運動が活発化し、 1861年にはイタリア王国が成立した。しかし、その後もオーストリア帝国領内にはイタリア語の発音が聞こえる地域残った。南ティロル地方、トレンディーノ地方、トリエステ、イストリア地方、フィューメ、リエカ、ダルマツア地方など旧ベネツィア共和国領にあたる地域であり、これらの地域は未回収のイタリアと称された。統一イタリア王国は、 広島戦争の際、プロイセン王国軍と同盟して、オーストリアと戦い、ベネツィアを回収したが、戦争は7週間で終結したため、ベネツィアイエンのイタリア人居住地域の奪回を果たすことができなかったのである。未回収のイタリアの存在は、その後のイタリアを左右し続けた。イタリアは第一次世界大戦に際し、 当初三国同盟に基づいて同盟国側に立ったが、未回収のイタリア貴族問題をめぐり、オーストリア・ハンガリー帝国と対立、開戦に際しては中立を宣言し、最終的には、1915年に、イギリス・フランスなど連合国側について参戦した。しかし、こうして第一次大戦の戦勝国となりながらも、期待していた冬目などの領地が得られなかったことから、 戦後のベルサイユ体制に強い不満を持つ人も少なくなかった。未回収のイタリア問題は1920年代から30年代にかけてのファシスト等の台頭の原因の一つとなったのである。19世紀後半のドイツ統一は一般的にはプロイセン王国の最小夫フォンビスマルクによって進められ1871年のプロイセンを 中心とするドイツ帝国、ドイツ国という国民国家のせいで達成されたと理解される。しかし、実際のドイツ帝国は、領域内の全住民を一つのまとまった構成員として統合する国家という情実の定義からはほど遠いものであった。ドイツ統一へ向けた議論は、1848年のフランクフルト国民議会で本格化した。 この時期のドイツは、オーストリア帝国と、プロイセン王国の二大法国を、はじめ三十九の独立両方が、ドイツ連邦という国家号を構成し、各自の国家主権を保持したまま相互の安全保障を図っていた。議会では、ドイツ人とは何か、どこまでをドイツとするかという問題をめぐって紛糾した。前者においては、が考えられたが、実際にはこれらが重ならないことも多かった。 プロイセイやオーストリアには、言語、血縁において、非ドイツ人も多かった一方、ドイツの領域外にも、東方植民などによって、沢のドイツ人が居住していたからである。後者においては、小ドイツ主義、大ドイツ主義、そして、中央主義という三種類の統一構想が用意された。小ドイツ主義はオーストリアを除外したプロイセン中心の案であり、大ドイツ主義では、 オーストリアのドイツ的部分のみを含めた統一、中央主義では非ドイツ人も含めたオーストリアプロイセンドイツ諸法を包摂する統一を意味するものであった。フランクフルト議会では当初大ドイツ主義が優勢であったが、オーストリアはその内部のドイツ的部分、非ドイツ的部分を問わないオーストリア帝国の単一、不可分を主張する一体性線を発したことで、 大ドイツ主義が動揺し、激しい議論の結果、小ドイツ主義方式が採用されることとなった。しかし、統一ドイツの世襲皇帝に選出されたプロイセン王、フリードリヒ・ビヘルム四世は、1849年、議会の恩恵による定位につくことを拒否して、ドイツ統一憲法、パウロ協会憲法は、中に浮いて、統一実現には至らなかった。結局、ドイツ統一は、 ビスマルクの誘発した広島戦争1866年と不仏戦争1870年から1871年によって成し遂げられた。それは小ドイツ主義的ではあったが大プロイセン的な性格をもいた。この過程でビスマルクはバイエルン王国のルートビヒ二世を買収している。このように強引な形で完成した国民国家ドイツは オーストリアに位0 0 0零零人を超えるドイツ人を残す一方、広島を不仏戦争によって獲得した旧シュレース美飛行国領やエルザスイコールロートリンゲン、旧フランス領などには非ドイツ人を多数抱える国となった。いびつな形で成立した国民国家における未解決の諸問題は新たな問題の火種となった。エルザスイコールロートリンゲンをめぐっては、 フランスとの対立が繰り返され、第一次世界大戦後に顕在化した、旧オーストリア領のドイツ人問題は、アドルフ・ヒトラーに、独王合法及びズレーテン併合の野望を抱かせた。非ドイツ人問題は、周辺諸国との国境問題や国内での民族問題につながったが、その最たるものが、ナチスドイツ、ヒトラー政権による、ユダヤ人大量虐殺、ホロコーストである。 一方、第一次大戦後もドイツ領に留まったシレジア、シュレジエンでは、ドイツ系住民によるポーランド系住民の迫害が起こり、従来、ドイツ帝国への帰属意識の強かったポーランド系住の間にも、民族意識が高まって、シレジアのポーランド、ポーランド第二共和国への併合を求めるシレジア放棄が数回にわたって起こっている。国民国家は、 国民の同質性を前提として統合されたが、国民という均質で固定された純粋な存在を意識的に作り出していく一方、多面では雑誌的でしかありえない文化や言語、そこからはみ出てしまう社会的少数者に対して抑圧的、排他的な現実を作り出した。この現象は、決してドイツに限った話ではない。国民国家の大義は、 先住民族や少数民族の権利と衝突することが多いのである。二十世紀前半は世界各地において国民国家に潜在化していた矛盾や隠蔽してきた諸問題が特に際立って露呈した時代であった。第二次世界大戦後には多国籍企業が多数現れ国民経済の枠組みを超える存在となっている。また、東南アジア諸国連合、アセアンやヨーロッパ連合、 EU や南米諸国連合、ネスアのようなも結成され、特に冷戦後にはその動きが活発化するなど、国民国家の枠組みが問われる時代になっている。しかしながら、国民国家の問題は決して過去の問題ではない。現代のドイツ連邦共和国基本法によれば、ドイツ人とは、ドイツ国籍を有する者、または、ドイツ民族所属性を有する難民内し、 被追放者として、あるいはその配偶者内し直系貴族として、逆、ドイツ、帝国の領内に受け入れられていたものと規定される。この文言の中の、ドイツ民族所属性を有するという定義は、ナチ時代の内務省の会場に遠言を持つと言われる。これは、戦後、移住先の東ヨーロッパ諸国などを追われた、ドイツ系の人々を受け入れるためにやむを得ない承知でも、あったが、ドイツは、 現代においても同一言語、同一人種という民族主義的な国籍原理を採用しているのである。多民族国家であったかつてのユーゴスラビア社会主義、連邦共和国は、その多様性を七つの国境、六つの共和国、五つの民族、四つの言語、三つの宗教、二つの文字、一つの国家と表現されていた。しかし、 冷戦の終結と東欧社会主義の崩壊は、この国をヨーロッパの火薬庫に引き戻した。1991年6月、スロベニアとクロアチアの両共和国は、ユーゴスラビア連邦からの独立を宣言し、セルビアが主導するユーゴスラビア連邦軍と、スロベニアとの間に10日間戦争、クロアチアとの間にクロアチア紛争が勃発した。 十日間戦争は短期間で終結したものの、クロアチア紛争は長期化し、それまで地域社会で共存していた、セルビア人とクロアチア人が、相互に略奪、虐殺、強姦を繰り返す、憎しみの連鎖が生まれた。また、九百九十二年三月に発せられた、ボスニア・ヘルツェゴビナの独立宣言をきっかけに、独立に反対する、セルビア人と独立を推進する、ボシュニア人、 ムスリム人が軍事的に衝突、多くは独立に賛成の立場を取る、クロアチア人がこれに加わった。これが同年4月より始まった、ボスニア・ヘルゼゴビナ紛争である。ボスニア・ヘルゼゴビナでは、セルビア人、クロアチア人、ボシュニャク人の混住が進行していたため、状況はさらに深刻で、セルビア、クロアチア両国が介入したこともあって、戦闘は泥沼化。 その過程で民族浄化が発生した。1995年7月、セルビア人勢力は国際連合の指定する安全地帯であったスレブレニツァに侵攻し、同地の母主逆人男性すべてを絶滅の対象とし、8000人以上を組織的に殺害するスレブレニツァの虐殺が引き起こされた。この虐殺は旧ユー,ーゴスラビア国際戦犯法廷及び 国際司法裁判所によって、ジェノサイドと認定された。1996年に起こったコソボ紛争でも1999年に、ジェノサイド、打着の虐殺が発生し、国際問題へと発展した。国民国家の先進国とされてきた、フランスも、また、共和制原理である、政教分離を認めようとしないムスリム移民の問題や、バスク地方など、 分離主義運動など多くの火種を抱えており、イギリスにもアイルランド共和軍、IRA 暫定派による北アイルランドのイギリスからの分離と全アイルランドの統一を目指す運動があり、ブリテン島内部にもスコットランドの地域分離主義運動ある。ヨーロッパ連合が生まれて久しく、その統合は進化しており、国家の枠組みやナショナリズムに対する疑問も多い、現代ではあるが、 以上のような国民国家の歴史に目を向けた上で統合を進める根が必要である。第二次世界大戦以降、旧植民地が相次いで独立し、また、その後の冷戦の崩壊による急速なグローバル化の中で、国民国家の批判的な問い直しが進行している。社会科学や文化研究の領域においては、どのような文化装置ないし政治的装置によって、 国民という均質的な創造の共同体が現出したのか、また国民は歴史的に作られてきた存在に他ならないのに、どうして言語や民族によって一定の過去や伝統、文化を保持する機構として自明視されたのか。さらに国民の形成がレイシズム、人種主義や性差別、クセノフォビア、外国人権をあるいは外国人恐怖、 階級などといった社会的な差別構造を伴うのはなぜなのかなどの問題にいて分析作業が進められている。1983年にはアメリカ合衆国の政治学者ベネディクト・アンダーソンによってこのような国民国家論の先駆けとなる創造の共同体が刊行された。ここでは近代社会への移行期に後期した世俗語革命による近代小説の成立。 そして、出版資本主義によって書籍が流通することによって、国家語の成立に寄与したことが指摘された。そして、言語と出版文化の共有を通じ、皇帝ナショナリズムの後押しによって、国民という集団的なアイデンティティが形成されていく、仕組みと社会編成が示された。署名の創造の共同体とは、共同体のメンバーは、おそらく互いを知ることができないところに由来している。 同じ1983年には、イギリスの社会学者で、ユダヤ系のアーネスト・ゲルナーが、民族とナショナリズムを表し、産業社会の勃興と国民形成の関連性を指摘した。そこでは、ナショナリズムは、政治的単位と民族的、文化的単位の一致を求める一つの政治的原理であると論じ、産業家及び産業社会の要請に応える高度な、 識字能力の一般化、また、巨大な社会的費用をかけた教育システムの整備を実行に移せるのは必要、国家でしかありえないとして、近代ナショナリズムの起源を説明した。1983年にはまた、イギリスの歴史家、エリック・ホブズ・ボームの編著による作られた伝統が刊行されている。これは、国民国家を歴史的な観点から考察したもので、国民、 国家、民族の具体的、実定的なイメージを象徴する、様々な伝統も、また、実は、近代国家形成期に創出されたものに他ならない、ことが示されている。1988年には、アメリカの社会学者、イマニュエル・ウォーラーステインとフランスの哲学者、エティエンヌ・バリバールが、世界システム論などの見地から、教著、人種、国民、階級を表している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。